はい、と思ってレギュラーでございます。さあ、今回はウルトラ怪獣シリーズ160番新宇宙伝説魔獣メツァバチ、こちらも紹介していきたいと思います。はい、ということで、ウルトラマントリガー第17話登場いたしました。あ、なんだっけ、新、長いんだよね。宇宙伝説魔獣ね。こちらでございます。全体的にはこんな感じで、ウルトラマンオーブに登場したマガオロチ、こちらの、リデコキャラクターなんですけれども、赤いこうキャラクターがですね、こう今回ガラリと青いカラーリングにね変わってまして、すごいね、これがかっこいい、めちゃくちゃかっこいいですね。想像以上にすごいこの青い体が似合ってますね。じゃじゃんと足元から爪の部分塗装されていて、ズズズズっと、手の部分がここはですね赤を残していて、まあこの周りのね装甲鎧みたいな部分は 青くて、中の部分は赤いみたいな風に見えるのがすごいかっこいいですね。おしゃれですね。爪の部分もしっかりと塗装されてありまして、ゴールドで塗装されてます。グイーッとこんな感じですね。お腹の部分の顔のような造形は色はないかな。グーッとお顔行きますと、歯の部分しっかりと塗装されていて、目の部分は赤く塗装、角の部分もシルバーで塗装されてます。角の部分がね、こう、折られた時に目がこう真っ白くなって、もう目の光がこうバッと消えてたのがね、すごいかっこよかったし、不気味だったし、あのシーン良かったよね。ぐーっと全体こんな感じで、以前発売されたマガオロチのソフビ人形のリデコ版だと思うんですけども、もともとすごい造形が良かったので、すごい違和感なくかっこいい仕上がりになってます。こんな感じですね。太ももの裏の部分っていうか足のこの、ね、この辺の部分なんかも赤く再現されてます。なるほど。まあ色合い的にはかなりねシンプルかなっていう印象があって、白皮がこんな感じ、カブトガニみたいなこの辺ね、トゲトゲした造形なんかはすごく迫力がありますけれども、ただそこまで、色が多いわけではないですね。前回登場いたしました滅王が比較してみるとこんな感じで、中からズラッと出てきた時にはちょっとびっくりしましたね。ウルトラマントリガーと並べるとこんな感じで、やっぱ背丈自体はトリガーの方が大きいかなっていう印象があります。タグカードがこんな感じで、ウルトラ怪獣シリーズ160番まで来ました。新宇宙伝説魔獣メツオロチ、身長66メートル、体重が66000トン、メツオーガの亡骸から誕生した新しい魔獣、背中の突起部から展開する吸収フィールドでエネルギーを吸収してしまうと。すごい写真がかっこいいね。ちゃんと、はい、ということで、まあ毎度おなじみでございます、ウルトラマントリガーの感想を喋りたいというコーナーでございます。はい、今回は第17話、いやー結構ね進みましたね。結構というかもうかなりね進みましたね。もう今回はね、もうガッツセレクト回よ、ガッツセレクト回と言っても過言ではない。ウルトラマンもかっこよかったし、メツオロチかかっこよかったんだけど、何よりもやっぱりね、ガッツセレクトがね、かっこよかったね。いや、前回、こう、ガワーッと割れて、ね、メツオロチが出てきてっていうところで、まあ、前後編2部作みたいな感じだったじゃない。で、前回も正直すごく、ガッツセレクトの活躍がかっこよかったからさ、で、今回もまたガッツセレクトがバンバン活躍してたのがすごく良かったですね。まあ、旧式の武器っていうことで、そのみんなが重そうな銃火器みたいなのをすごい銃を構えてて、で、戦いに行ってたじゃない。あの辺なんかもね、すごいね、怪獣映画してるなーっていう感じがしてたし、こう、進撃してくる、こう、メツオロチに対して、こう、ガッツセレクトが、こう、で、銃火器でこう、立ち向かって、みたいなのすごくかっこよくて、こう、全方向からこうね、ダダダダダって弾が、こう、いろいろな方向からこう飛び去って攻撃が当たってるみたいなのもすごいかっこよかったし、やっぱりね、普段ね、基
地にいるキャラクター、まあ、隊長とかが、外に繰り出す回って、まあ、燃えるよね。今回隊長がね、外にガッと出ていったわけなんだけれども、あれもやっぱ燃えたし、隊長のそのガーゴルゴンキーを使うっつって、ガーゴルゴンキー使って、こう石にはできたんだけれども、そのせいでこうナースデス聖号もこうちょっと石になりかけちゃってみたいな、すごい絶対絶命でっていうところで、こう隊長もね、こう外にこう繰り出していくっていうのもすごいね、かっこよかったですね。ガッツファルコン、無人でこう飛んでるんだけれども、それがこう墜落してた、墜落シーンもすごいかっこよかった。で、ケンゴくんのところにズダーズダー来ちゃって、ケンゴくんそんなとこいたら危ないよ。ケンゴくんが何をするかと思いきや、そこにこう乗り込んじゃうっていうね。いやー、まさかまさかのですよ。ね、その無人機っていうのをすごい押し出してたガッツファルコンに、あえて、ケンゴくんが乗り込んじゃうっていう、その、サプライズ。あ、よかったですね。じきじきに乗り込んで、こう怪獣に立ち向かっていく様とか、あーなんかいいなーみたいな、久々こういうの見たなーっていう感じがして、もちろんそのね、まあウルトラマンってやっぱりさ、ウルトラマンも主役だし、怪獣も主役だし、防衛チームも主役だしってところで、まあいろんな活躍のさせ方があると思うんだけれども、やっぱ最近防衛チームの活躍っていうのがね、そこまでね、あんまりなかったからさ、だから久々になんかこういうのが見れて、うわー、すげえ、ウルトラマンっぽいなーって思ったね。まあ、ウルトラマンっぽいって言い出すと、どれがウルトラマンっぽいかっていうと、またそれが難しいんだけど、なんだろうな、王道王道っていう感じがしたかな。なんかすごいね、ちょっと懐かしさすら感じるウルトラマンっぽさだったな。ニュージェネとはまたちょっと違うウルトラマンっぽさがあった。言いたいことわかるかな。どうでもウルトラマンっぽさの僕は好きだけれども、あーなんか久々こういうの見れてよかったなーっていう、すごいね、心熱くなりましたね。で、やっぱあの墜落しそう、うわーからのウルトラマンに変身するのとか、まあもうお決まりじゃないですか。あーそういうのもすごい良かったし、なんかその辺含めてすごいガッツファルコンだったり、ガッツセレクトのその活躍っぷりっていうのすごい良かったですね。で、ちょっとトリガーがね、ピンチになっちゃってっていうところで、ウルトラマントリガーの前に立って、カルミラ・ダーゴンたちに立ち向かう、あの構図も良かったね。普段はね、やっぱりウルトラマンに守られるような立場じゃないですか。人間側といったら。そんなその人間たちが、ウルトラマンをこう助けるっていうのはね、まあ、最高。最高ですよ。僕はね、ティガー&ダイナの映画の劇場版のティガー・ダイナがこう現れて、で、クイーン・モネナに立ち向かうんだけれども、クイーン・モネナの触手がこう首にこう絡まりついて、やばい、身動きが取れないってなった時にスーパーガッツとイルマ隊長がこう助けに行くみたいな、まあ、流れがめちゃくちゃ大好きなんだけど、まあちょっとね、そういうような、その人間たちの、底力みたいなのがね、今回、ウルトラマントリガーでも、この回描かれてて、よかったですね。はい。で、打って変わって、トリガー、そして、まさか、カルミラがあんな登場の仕方をするとは思わなかったんだけども、相変わらず憎悪に満ち溢れた。そして、ここに来て知的キャラなのか、ダーゴンさんみたいな。おいおい、知的キャラは、てっきり、ヒュドラムさんなんじゃないのとか思ってて、なんなら2番目にカルミラさん、なんならダーゴンは、ちょっとパワー系で言うこと聞かないみたいな、ふうに思ってたらですよ。おい、ダーゴンが一番こいつの話の分かるやつなんじゃないかみたいな。ちょっとね、意外ですね。カルミラ・ヒュドラムはね、暴走しちゃうと、わけわかんなくなっちゃうから。で、実はわけわかんなくなっちゃってるから、カルミラさんなんかは。ダーゴンがあそこで止めるっていうのはちょっとね、びっくりでしたね。すごいね、よかった。あそこダーゴンかっこよかったね。で、カルミラがね、こうトリガーにガッて。ね、行くところもすごく良かったですし、メッツオロチとのバトルですけど、グレタートリガーエタニティで、ね、メッツオロチ倒しましたけれども、登場の仕方はずるいでしょ。だって、グレタートリガーエタニティだけど、でもサークルアームズも使っちゃって、なおかつ、スカイ専用のアローで、一回攻撃した後に、こう、マルチの、剣にして、で、グリタドリガーエタニティのグリタブレードと、サークルアームズの二刀流で、メツオロチを倒すみたいな、あー、なんかその、型にはまらない、その、
いい使い方、いい型にはまらない使い方、いいみたいなね。まあもちろんその型にはまった使い方ももちろん限定的でかっこよさはあるんだけど、せっかくやったらこれとこれの組み合わせ見たいよとか、この携帯でこのモード使ったらどうなるんだろうみたいな、そういうワクワク感みたいなのを実際劇中でやるとすごいね、興奮するな。そういうサプライズ大好き。あとはまあね、イグニスさんがね、それ囚われてしまったので今後どうなるのかも期待ですかね。トリガーダークどうなるんでしょうか。はい。といったところで、第17話。面白かったなぁ。なんか今回ね、タッチセレクトが活躍しててすごい良かった。何の話だっけ？結局は、そうだ、ソフビのレビューだったんだ。新宇宙伝説魔獣、滅亡の地。こちらをご紹介いたしました。滅亡画と一緒に並べてみてください。以上、大谷健でした。それでは、バイバイ。